間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。本日はワインのテイスティングにも似た楽器のテイスティングについてお話ししたいと思います。実際にどのように進めるかと言いますと、このように性質や音が違うタイプの楽器を3台ないしは4台ご用意させていただきます。そして1台1台順番に試奏していただき、ご自分がどの楽器を一番気に入られたかどうか、あるいは例えばこの楽器とこの楽器の間ぐらいの音であれば良いとかですね、そういったことを言っていただけますと、大体その方の好まれる音の傾向、好まれる楽器のタイプが分かってまいります。例えばワインでいきますと、赤なのか白なのか、そして赤ワインなら重い重厚なタイプがお好みなのか、軽いタイプがお好みなのか、そういったことをバイオリンにおいても探っていくわけです。そうしてこの3台なり4台なりの中からお客様の好まれる傾向の音というものがだいたい絞り込まれてきましたら、例えばお好きなのはこの楽器のタイプの音だということが分かったといたします。そうしましたら、次にこちらの楽器の中からその楽器に似た楽器をまた私の方で探しましてご提案すると、そういうような方法で絞り込んで選んでいっていただくようにいたします。行き当たりばったりでいろいろな楽器を試していただくという方法に比べ、はるかに精度の高い確率で好みの楽器を探し出すことができるのではないかと思い、この方法を取らせていただいております。